ポイントとなる箇所を個別に確認してみることにしましょう。インデザイン側のこのテキストフレーム、何にも文字が入っていませんね。そして赤い四角にプラスの印、これはテキストがテキストフレームから溢れてしまっている、表示しきれていないということを意味します。Quok Express ククのテキストボックスにはこのようなテキストが収まっていました。それほどサイズも大きくない文字が3行も表示されないということは、一見、 テキストの回り込みが起こってしまっているようにも見えます。ちょっと確認してみましょう。メニューはオブジェクトからテキストの回り込み。回り込みが設定されたとすれば、この写真ですね、ゴリラの完全の写真、これのようなんですが、回り込みの設定はなしになっています。実際、この写真の下にあるテキストの方、本文ですね、これは回り込まずに後ろに隠れてしまっていますね。 ですから、この画像に対して、回り込みが設定されたというわけではないことがわかります。では、パレットは閉じておきましょう。それでは、どうしたらいいかと言いますと、まず、選択ツールでテキストフレームをクリックして選択します。ハンドルが表示されますので、その右側の真ん中のハンドルを外側にドラッグします。つまり、テキストフレームを少し広げるんですね。そうすると出てきますので、 また元に戻せばいいとちょっと裏技のような感じなんですが、こうすることによって表示されなかったテキストをもう一度表示し直すことができます。このグリーンの囲みの部分も文字がタイトルしか表示されていません。クォークエクスプレスの方ではこのようにテキストが割り付けられていました。ここもやはりテキストフレームの幅を広げて元に戻せばいいんですけれども、フリーハンドでやるのは嫌だと。 きっちりととと同じ元のサイズにに戻ししたいいいうう。場合には、変形パレットを使われるといいでしょうメニューは、ウィンドウから、変形です。そして、テキストフレームをクリックして選択すると、その情報が出てきます。現在、基準となるポイント、参照ポイントが真ん中になっていますね。これは左上にしておいた方が扱いやすいでしょう。その上で、幅を広げます。足し算にできますので、クリックして、180という幅の横に、 挿入ポイントが光ってます。この状態で、いつでもいいんですが、例えばプラス5と、Enter ーキーを押せば、文字が出てきますので、今度は改めて、もう一度クリックをして、マイナス5、これで正確に元のサイズに戻ります。変形パレットは閉じましょう。どうもテキストフレームの上端にテキストがくっつきすぎという感じがするかもしれません。ここについては、また後でご説明します。 先ほどテキストを表示したテキストフレームなんですが、グレーの線がついているように見えます。ただテキストフレームのこの枠がやはり薄いグレーで表示されるためにちょっと見にくいですね。ではこのフレームの枠を一時的に隠したいと思います。メニューは表示のフレーム枠を隠すです。そうすると何か間が途切れたようなグレーの線がついていることがわかります。ではこれはまた表示元に戻しましょう。フレーム枠を表示。 メクオークエクスプレスの方ではこのようなグレーの点線になっていたんです。これはどうやってつけたかというと、このテキストボックスを選択し、メニューアイテムのフレームで確認することができます。フレームの設定の大きなダイアログが開きました。プレビューという下にこのフレームにつける枠のサンプルが表示されます。グレーの点線ですね。これは 太さをここで指定し、現在1ポイントになっています。それから種類、点線とか二重線といった種類を選択するわけですが、このクーポンという点線が選択されているわけですね。それから色がブラックで、シェード、これは濃さなんですが、50%、つまりグレーになるという具合です。ここは確認だけですので、キャンセルをしましょう。インデザインでテキストフレームに線を設定する方法は、CokeX とは随分異なっています。 基本的には Adobe Illustrator のインターフェースを持ってきていますので、Illustrator ーーを使い慣れた方には違和感がないでしょう。まず、選択ツールで、テキストフレーム、あるいはグラフィックフレームであっても構わないんですけれども、線を設定したいフレームをクリックして選択します。そして、線のパレットを出します。メニュー、ウィンドウから、線です。線のパレットが表示されました。そして、線幅。ポイント表示がないので分かりにくいかもしれませんが、 これは1ポイントです。先ほどの Quake Express の設定がそのまま持ってこられています。それからタブの並びに、カラーというのがありますから、カラーパレットを見てみることにしましょう。カラーのパレットを確認しますと、黒50%、つまり50%グレーですね。これも先ほどの Quake Express の設定がちゃんと持ってこられているということがわかります。では、1000のパレットに戻ります。この下、何も表示されていないんですが、オプションを表示することができます。 パレットの右にある右向き三角のボタンをクリックしてメニューの中からオプション表示を選択します。線のパレットの下の方にある数字、これが線の設定です。線分間隔、線分間隔ということで数字を入力してかなり複雑な線まで設定することができるんですが、先ほどのクオークのフレームに設定された点線は比較的単純でしたね。ですから設定が細かすぎます。で一番最後のこの数字をドラッグして キキーボーーボボドからデリートキーで消ししまます。手前のボックスに移りましょう。もう一度ドラッグしてもいいんですが、手前のボックスに戻るというとき、ダイアログの中では、あるいはパレットの中では、シフトキーを押しながら、キーボードのシフトキーを押しながら Tab キーを押しますと、手前のボックスに戻ることができます。青く反転しましたね。ではまたデリートキー。またシフトタブでデリート。そしてシフトタブ、先頭に来ました。ここで数字を入れましょう。単位はミリメートルです。32ミリ、長すぎますね。 1.5ミリぐらいにしましょう。そしてエンターキーを入力すると1.5ミ、mm、リの点線がつくんですが、選択された状態ですとちょっと分かりづらいですね。余白の部分をクリックしてみると、こんな感じの点線になります。1.5ミ、mm、リの線、そして1.5ミ、mm、リの間隔です。間隔ちょっと短くしましょうか。こういう場合にはもう一度テキストフレームを選択して、では間隔は1ミ、mm、リにしたいと思いますので、1度入力してエンターキー、そしてまた関係ない余白の部分をクリックします。 こんな感じの点線になりました。では、パレットは閉じましょう。コ o r e Express のドキュメントの方の設定をまた確認してみます。見出し文字、こんなふうになっています。インデザインに変換されたドキュメントを見てみますと、見出しが一つ、文字消えてますね。確かここに夢という文字があったはずです。今、変形のパレットが出ていますので、それでは選択ツールでこのテキスト、 フレームを選択し、そして高さを広げてみましょう。参照ポイントは左上隅がいいですね。そして高さ H のところに、クリックして挿入ポイントを光らせたら、50ミ、mm、リ加えてみます。プラスの50ということでエンター。こんな下のところに夢という文字が出てきました。ずいぶん間隔が空いてしまっていますね。これは行送りの設定がうまくいっていないんです。 では、このインデザインの側に読み込まれたテキストの行送りはどうなっているでしょうか変形のパレットの横に文字というタブがありますね。これをクリックします。そして、ツールは横組みの文字ツールを選択して、まず1行目をドラッグするとこんな値になっています。そして、夢というところをドラッグするとこんな値です。ク o クエクスプレスの方の 行送りを確認してみましょう。まず、このテキストボックスの中、1行目ドラッグすると、自動となっていますね。2行目をドラッグすると、74ポイント。では、インデザインの方も、この同じ設定にしてみましょう。インデザインの見出しを入力したテキストフレームの中を、文字ツールで、まず一旦全部選択してしまいましょう。そして、文字パレットの、ここが行送りです。 では、下向き三角クリックして、自動にします。特に変化ないですね。では、今度は2行目だけ選択して、ドラッグをしたら、74、ポイントですか、PT と入力します。そして Enter キーを押すんですが、何も起こりません。これは、Quok Express とインデザインで行奥の設定の仕方に差があるからです。Quok Express で今と同じ作業をしてみましょう。まず、 テキストボックスの中を全部選択して、そしてメジャーパレットのここに0と入力すると行送りが自動になります。消えてしまいますので、ではこのテキストボックスの高さを50ミ、mm、リ伸ばすことにしましょう。やはり H というボックスがあって、その中をクリックしてプラス50という入力の仕方がやはり Quok Express でもできます。そして今度は2行目だけを選択して、ここに 74コークエクスプレスの場合はポイントがデフォルトですので74だけで大丈夫です。そして Enter キーを押すとちゃんと上に詰まってくれます。ところがインデザインでは2行を入力されたテキストフレームの2行目を選択して行送りを変更しても全く変化がないんですね。インデザインの場合には1行目と2行目の間を詰めたいと、行送りを詰めたいと思った場合には 1>, 1行目を選択しないといけないいいとけんです1行目の行送りを変えると2行目が上に上がってくる。まあ、詰めれば上がってくるということですね。ただし、この1行目の後に開業キーが見えませんけど入っていますから、選択の仕方はここまででなくて2行目の頭までカーソルを持ってきます。マウスポインターを持ってきますと、ちょっと選択範囲が余分になりましたね。これで開業キーまで含めて1行目全体が選択されました。この状態で 文字パレットの行送りのボックスの中をドラッグして、キーボードから74、デフォルトはポイントでありませんので、PT と入力して Enter キーを入力すれば、これで間が詰まってくれます。